まあ、小池東京都知事や自民党の茂木幹事長がコメントしてますが、身の危険を感じるのが僕は選挙だと思ってますよ。まず、政治って何かっていうと、奪い合いなんですよ。富の奪い合い。だから、お互いがね、これ家族で言うと、お父さんがゴルフクラブ買いたいとかね、お母さんが、要は、ヴィトンのバッグが欲しいとか、子供がゲームソフト欲しいとか、これ奪い合いなんですよ。それはね、お父さんのゴルフクラブも、お母さんのヴィトンのバッグも、子供のゲームソフトも全部買うことができたら、奪い合いにならないんですよ。現に日本は奪い合いと言っても、まだそういう状況になってないから、皆さんそういう実感がないんですよ。まさに小池百合子さん、あなたのおっしゃる通り、ここ日本なんですよ。で、奪い合いをしてないから、危険をかん、まあ、その、当たり前になっちゃってるんですよね。でも政治って、小池百合子さんのようにね、言うだけ言って、公約果たしもしなかったでしょ？花粉ゼロとか、満員電車ゼロとか。そういうことしてると危険になっていくんですよ。奪い合いにどんどんなっていくんですよ。で、身の危険を感じたと小池さんおっしゃってるけども、それは、まさに印象操作じゃないんでしょうかね。黒川は間違いなく翼の党の連中は暴力振るわないですよ、現に。あいつらそれ一番わかってるから。つまり、小池百合子が感じた身の危険っていうのは、それは身体に暴力を振るわれるっていう身の危険じゃなくて、カイロ大学の卒業していないこと、カイロ大学を卒業していないことを暴かれるという身の危険を感じたんじゃないんですか。立候補する人は、ね、都合の悪いこといっぱいあるでしょう。隠しておきたいこととかあるでしょう。でも、これまでのね、常識、茂木幹事長が言った、まあ、異常じゃなくて正常な状態っていうのは、立候補者や政党のいいところばっかり言って悪いところを隠すんですよね。で、僕は黒川のやってることについては、ちゃんとやれよとは思ってます。その太鼓を叩いたりとかね。これはいかんでしょう。あと、ね、まあ僕に対しての迷惑そのか、嘘はいかんでしょう。まあ黒川もしっかりね、翼の党の人たちもその辺は気をつけてやったらいいと思いますけど、僕はね、小池百合子東京都知事の今回の身の危険を感じている、ここ日本でしょうって。日本は、他の国と違うんですか？政治って奪い合い、争いですよ。あなたが感じた身の危険は、肉体的な身の危険じゃなくて、あなたが隠していることを暴かれることに対する身の危険でしょう。